こんにちは、下左衛門です。今回はですね、2020年12月30日、昨年の暮れなんですが、夜6時15分ごろ、仕事の帰りにですね、ロードバイクで走行中に、道路の中央からやや左側に放置されていた黒いスケートボードにですね、気づかずに乗り上げてしまい、転倒して顔面からアスファルトに叩きつけられて、右眉の上あたりをですね、数針縫う裂傷を負ってしまったことをお伝えしたいと思います。で、状況なんですけど、図のような感じで、略図になってますが、東から西へ向かっていまして、時間が6時15分ってことで、暮れだったもんですが、もう真っ暗な生活道路をですね、15キロから20キロぐらいのスピードで走行していました。で、交差点に差し掛かる手前のところで、ここに人がいるなってのを気づいたんですけど、この人がですね、黒い服装の方だったもんですから、すれ違う直前にようやく気づくって程度でした。で、その人がですね、若い人で、スマホか何かいじってるなと思って、また前に視線を戻した瞬間にですね、路面に何かあるなっていうのが分かったんですが、それが何がかが分からなくて、まっすぐさらに進んでしまって、で、それが平面なものではなく立体物だと思った瞬間には、もうこれ回避不能だなと思って、そのまま転倒してしまうだろうと思いつつ、体を、ちょっと硬くしたような形になってしまって、そのまま自転車の前輪で、スケボーに乗り上げてしまったような形ですね。そしてバランスを崩して、倒れるように、壁にはぶつからなかったんですけど、この民家の、壁の前の地面に顔から、ぶつかったというか、顔面ブレーキをかけるような形で崩れ落ちました。その転倒した直後ですね、転んだっていう、ショックとですね、あとは痛みですね、顔面からアスファルトに叩きつけられてますから、それでですね、全然立ち上がれずにですね、荒く息をしていましたらですね、そのスケボーのまたまそこの場を通りかかった自転車に乗った中年ぐらいの、女性がですね、その少年と、こちらの、惨状を見て気づいてくれて、少年と声をかけてくれて、これこれこういう事情で、こんなことになってしまったみたいな話を聞いたようで、それで、その女性の方が、救急に電話をしてくれまして、で、救急の方から、またその女性の方に、交番というか、警察に電話してくださいということもあったんですが、その女性がまた、警察の方にも電話してくれて、で、比較的近くに、消防署があったもんですから、10分せずに救急車が到着、そして、しばらくして、またですね、警察の事故見聞書も来たのかな、見てないもんで分かんないんですけど、そんなような状況になりました。そしてですね、8時過ぎ頃にすべての治療が終わってですね、現場検証に来ていた警察の方からですね、今回のですね、事故見聞みたいな形のことを行って、その結果として伝えられたことはですね、自転車はですね、かっこ車両ですけどね、道路状況を、逐一確認して道路を進行しなければならず、落下物等があったら、必ず避けて進んでくださいとのことでした。なもんですから、今回の、事故ですね、これは自転車の単独の自損扱いの、自爆の事故だったという、結論ですね。なもんですから、このスケボーの持ち主の14歳の少年に対しては、損害賠償はできない的なことを、言われてしまいました。で、また警察の方がですね、やはりこの自分の自転車をですね、ここに置いて、ライトつけて見たときには、スケボーが見えましたよと言ったんですが、ですね、ただ、その後ですね、自転車をですね、病院終わった後回収しに行ったときにですね、前輪が、ブレーキがちょっと倒れたショックで、ちょっと動いてしまっていて、で、片利きになっていた、前輪が動かないようなロックされた状況になったもんですが、ただ置いて見ただけなんだったなと思って、で、走ってくれて、移動しながら確認してるわけじゃなくて、止まった位置で見てるだけだもんですが、夜中の暗い道での正対視力と動体視力の違いっていうか、そういうのも全然考慮してくれてなかったんだなと思うとですね、こちらの言い分が全く伝えられてない、現場検証の結果を言われても、ちょっと、あれだろう。うまくいけないですけど、全然意味ないんじゃないのかなと思ってみたいと。あと、ここに少年が立ってて、目が、いってしまう、注意がいってしまうってことも全然、伝えられてなかったりとかもしたもんですから、これじゃ意味ないなと。現場検証の結果にも意味ないよなと思いましたね。ということでですね、自転車やバイクで走行中に、道路上の落下物や放置物でですね、転倒した場合などはですね、基本的に単独
自損事故ということになり、で放置した相手とか落下させた相手に賠償請求をすることが、まあ、できない、転び損ということになるようなので、皆さん、とても、というか、お気をつけください。特に今回のような暗い夜道ではですね、本当に気づくのも難しいこともありますし、まあ、とにかく同じような目に遭わないようにお気をつけください。でもこれ、年老いとかだったら、本当気づかずに倒れて、結構な重度の障害とか、あと死亡事故にもつながってしまうんじゃないかなと思うと、多分そうなった時でしか、警察は、事件化というか、大ごとにはしないんだろうなと、まあ、こういうちっちゃいことまでは、いちいち、まあ、引きずらないというか、ちっちゃいのはどんどん処理させて、まあ、単独事故、自損事故という形で処理してしまうんだなということを今回思い知らされました。まあ、ヘルメットかぶってねえかったからこんな目にあったんじゃねえかとか、まあ、自業自得だとか思う方もいますが、いらっしゃると思いますが、まあ、何かしら感想として評価ボタンの方を押していただければ、高評価でも低評価でも押していただければ大変今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。